さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量でーす。じゃん、はい、今回は僕らに質問ボックスを言ってよ、ちゃんと言って。はい、今回はですね、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思いまーす。しかもですね、普段は質問コーナーするときにお酒を飲んでないんですけど、今回は飲みながら、はい、酔った勢いでいろんな質問に答えてみたいと思いまーす。昨日、インスタでの質問を募集してたんです。はい。で、届いたのがこの中に入れてます。ここから引いて、はい、その答えていこうと思います。はい、終了。どっちが引く？あなたね。ででん。一日何回くらいチューしますか？数えたことないな。数えたことないけどめっちゃするよね。10回ぐらい？もっとじゃない？30回ぐらいです。もう、うん、そんなしてると思う。はい、どれにしようかな。じゃん、最近は何にハマってますか？せーので、よかじゃん、うん、せーの、動物の森。もう二人でハマってるよね。しかも携帯版携帯版ね。ポケットキャンプ。ああ、いいね。だってスイッチないし。スイッチね、売り切れてるんですよね。買えないし。そう、ね、だからが、そう二人でね、そうそう、携帯で。でも欲しいけどね、ちょっと節約しないといけないからさ。そうだね。うん、ちょっと今のご時世。そうだね。無駄遣いはできないと思って我慢して携帯でやってます。携帯でやってます。いや、めっちゃハマってるよね。うん、さて、続いて。はい。はい。相手がキュンとくる瞬間は？なんだろうなぁ。翔ちゃんのキュンとする瞬間か。なんだろうなぁ。ないよなぁ。いや、あるでしょ。ないよ。なんでよ。キュンとしないよなぁ。え、してよ。え、俺キュンってしてるよ。どこ？え、なんかね、翔ちゃんがね、美味しいっつって食べてるところとか、あ、うん、あとなんか不意になんかお酢を出してくるところとか。そうなんだ、うん。俺はキュンとしないな。ちょっと失礼じゃない？いやいやいや。ほんと？え、なに、うん、俺魅力がないってこと？大丈夫？いや、普通にいつもいい人だなって思ってるから。キュンと しないんだよね。いい人だな。あんまキュンとした経験はないかもしれない、彼に対して。あ、そうなんだ。それはいいことって捉えていい？いいこと。え、いいや、俺ポジティブだから、うん、いいことって捉えよう。はいはい、次。年の差カップルのエッティの頻度はだって。まあそりゃね、やりますよ。でも、週に2くらいはやってない？ないです。週 1? やってるでしょ？やってないじゃん。やってるって。2週に1回だよ。そうかな？うん。まあ、それは、翔ちゃんから答えてもらいたいと思います。どうぞ。2週に1回です。はい。というわけで次行きたいと思います。真面目に答えた。喧嘩ってどんな風なのか再現してください。再現するの難しくない？難しいなぁ。え、難しいなぁ。難しくないでしょ。なん、どういうこと？難しくなくない？難しいなぁ。難しくない？難しい。ちょっとふざけるのやめてもらっていい？ねえ、そういうとこあるよね。うん、ねえ、うん、ちょっと飲むのやめて。ねえ、ちょっと俺の飲むのやめて。おいおいおい、みたいな感じですかね。殴り合いとかしないもんね。そうだね。いや、殴り合いしてる？そんなことない？なんかすぐ叩いてくるからさ、しおちゃん。なんかピシッてピシッて急に来るよね。そうだね、叩きたくなっちゃう。
やめてほしい、ほんとに。危ないね、気をつけなきゃ。危ないの。ねえ。喧嘩してるのかもしれないけど、そこまで。うん。あんまね、思わなかったね。うん。なんかもう日常茶飯事な感じで、ちょっとよくわかんなくなってるかもしれない。うんうんうん。って感じです。はい。はい。次俺だっけ？うん。そうそうそう。デレン。はい。共通の趣味は何ですか？共通の趣味。ありますか？だって。共通の趣味な、なんだろうな、今は、うん、動物の森。そうだね、動物の森。携帯ゲーム一緒のやつとか、あとなんだろうな、共通の趣味は。お酒かな。あー、そうだね。うん。一緒にご飯食べて、うん、お酒飲みながら YouTube 見るみたいなね。うんうんうん、そうだね、それが一番好き。うん、じゃん。はい。お互いにどんな風に甘えたら可愛いなとかキュンキュンしますか？あ、甘えられたらね。お互いに。どう甘えられたら。でも普段から結構翔ちゃんが甘えてくるじゃん。うん、俺はね。うん。うん、だからいつも結構キュンキュンしてますよ。あ、ほんと？うん。よかった。だと可愛いんだもん。ありがとう。いやー、僕は、そうだな、ちょっと年上なのでね。可愛いな、キュンキュンか。うん、でもよく言ってくれるじゃん。可愛いっつって。うんうんうん。そうだね。ちょっと今、パッと思いつかないんだけど。キモって思ったけど、自分で今の言っときながらキモって思ったけど。いや、まあちょこちょこあるよ。ちょこちょこ。うん、終わり？次。今でも一緒にお風呂に入ってますか？また、夜イチャイチャしてますか？いや、そりゃするよね。イチャイチャは。イチャイチャ、うん。夜イチャイチャしてる。寝る前に。うん。電気消して、チュ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 してる。うん、お風呂は？お風呂は一緒に最近入ってないね。入ってないね。なんか最近もう湯船に入らなくない？今。そうだね。なんかシャワーで済ますので、うんうんうん、もうそれぞれだね。うん。うん。って感じですね。はい、でもイチャイチャめっちゃしてます。はい。するよね。そうね。はい。はい。次！いや。肌のスキンケアって何使っていますか？スキンケア。うん。翔ちゃんは、ちゃんとしてるよね。俺はね、もともとね、あんまり肌が強くはないから、うんうんうん、美顔器とか、うん、当てたりとか、化粧水とかつけたりはしてたりはするんですけど、うん。うん、ぐらいかな、そんぐらい。俺はもう本当に何もしてない。そう、本当何もしてないんだよね。うん。化粧水もしないし、乳液とかも使わない。そろそろつけた方がいいと思うけどな。石鹸っていうか、ボディーソープで顔、洗顔うん、うん。そう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 。にしてはなんか、まあ、いけてると、いけてるっていうか、シワとかもそんなないかなと思うんだけど。うんうんうん、じゃあ次行こうと思います。何フェチですか？何フェチですか？はい。ああ、フェチか。フェチね。いろいろあるな。僕もいろいろあるけど、うん、何フェチですか？声とかかな。うん、声は好きかな。俺の声は？うん。嫌いじゃない？うん。かな、声かな、一番は。そうなのね。うん、俺、なんかな。足？足。足？足とか結構見ちゃう。指？足の指？うんうん。あ、なんで足の指？どういうこと？足。普通に足。そういうことか。うん。だから、これからの時期さ、暖かくなってさ、はい、ハーフパンツとか、まあ、短パンの人増えるじゃん。はいはいはい。めっちゃ見ちゃう。あー、なるほどね。めっちゃ好き。そっかそっかそっか。足見ちゃう。後ろ姿のとかに。へー。足好きかも。そうなんだ。あんまり、わかんないな。うん。あと俺、下着がめっちゃ好きだから、そうか。パンツがめっちゃ好きだから、なんかすごいパンツ好き。ああ、そっかそっか。あ、もう最後なんだ。そう、最後なんだよね。途中で終わるだろうけどさ、最後までやるって。はい。あ、別れたいと思ったことはありますか？いやー、ありますか？ないです。俺もないです。
ないよー。ないね。ないない。別れたいと思ったことないな。うん、俺もないかな。うん。いや、もう喧嘩とかするけど、別れたいとまで思ったことないかも。俺もないですね。うん。うん、本当？うん。そんなちょっと心配になっちゃったないよ。なんかよかった、はい、ひょにょ、はい、そういう感じで今回は質問コーナーいろんな質問に答えてみました。見ました。ありがとう。いかがだったでしょうか。たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。また機会があればね、うん、他のでやっていきたいと思います、うん、はい。またね今回は飲んだ勢いでやってるから、うん、結構喋ってる気がする。そうだね。普段なんか言ってないこと言ってるよね。そうだね。今まで言ってこなかったこと。もう多分編集しながらさ、これ使える使えないみたいになる。そうだね。なりそうな気がするけど、ね、極力使いたいと思います。はい。はい。はい。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。